タイガー魔法瓶株式会社は、大阪深真町早見町に本社を置き、真空断熱技術や電気による熱コントロール技術を応用し、家庭用や業務用のステンレスボトル等の真空断熱容器、炊飯器等の調理電気製品、自動車、住宅、空調、宇宙、医療等の産業用部品及び、製品の製造販売を世界64カ国へ行う。 非常上企業である。ビジョンは世界中に幸せな団らんを広めるとなっている。2018年末、JAXA と共同開発した真空に重断熱容器が搭載された小型回収カプセルが国際宇宙ステーションからの実験サンプルの回収に成功、宇宙からの資料の持ち帰りに新たな平野を開拓した。2019年に全製品で修理対応を10年に 延長、2020年には人権、環境、健康に配慮した製品作り、4つの約束を宣言すると、SDGs に積極的な企業である。女性活躍推進では2019年4月にエンジニア出身の女性取締役が誕生している。タイガー魔法瓶の創業者である、菊池武則は、愛媛県西上郡三島村港の実業家に生まれたが、 12歳の時に、父、竹明が、事業に失敗し、加えて、脳一血で倒れて、闘病の身となった。そのため、竹典はりは港小学校高等科を中退し、大阪のメリアス工場に方向に出た際に、船場の輸入雑貨店のショーウィンドウで見かけた、魔法瓶が契機となり、後、仕事を転々として1918年、内職として、魔法瓶の製造販売業を始めた。 トラ印の由来は、父がトラ年生まれであったことと、創業当時は壊れやすいと思われていた魔法瓶のイメージを払拭するために付けられたものである。関東大震災の際にも、豚屋にあった、いくつかの魔法瓶の中で、トライン魔法瓶の製品だけが一本も割れなかったという。また、トラはアジアでは最強の動物であるということから、アジアをはじめとした世界展開においても、 最強を目指すためであるとも言われている。他多数、米の商標権は、ライバルの象印魔法瓶と共有している。現在過去など、タイガー魔法瓶は、登録商標、タイガースを保有していたが、2003年に、阪神タイガースが特許庁にこの商標登録の無効を申し立て、認められた。これに対して、タイガー魔法瓶は、 特許庁の判断の取り消しを求める訴えを東京高等裁判所に起こしたが、タイガー魔法瓶は、タイガー、阪神タイガースは、タイガースを使用することで和解が成立した。学年史に連載された作品をまとめたもの。菊池武則以外には、安藤桃福、江崎隆一、早川徳次、松下孝之助、佐藤康太、三木本幸吉、小林十三、本田宗一郎、 タミヤヨシオ、伊藤正俊、水野利八が掲載。ありがとうございます。